テレポビズ。アルゼンチンの中央銀行は15日、主要政策金利を 6% 引き上げて 97% にすると発表しました。利上げは今年に入って4回目となります。アルゼンチンでは物価上昇率が3ヶ月連続で年率 100% を超え、およそ30年ぶりの高水準となっています。大幅な利上げを通じてインフレを抑え、経済の安定化を図る方針です。